はい、どうも蒸気クラウスです。前回挙げた動画のコメント欄に蒸気ドームの作り方に関する質問があったので、ドームの制作方法を紹介していきます。いろんな形のドームが制作可能になるので、ぜひご覧ください。どうぞ。蒸気機関車のドームには様々な形があります。イギリスの輸入機などに見られる半円のタイプ、ドイツの輸入機や大正時代の国産機に見られる半楕円のタイプ、工業用機関車などに見られる R の少ないタイプ、アメリカ輸入機などに見られる装飾のあるタイプ、こんな感じでいろいろありますが、作り方はほぼ同じです。では紹介していきます。まず材料はこちらです。瞬間接着剤はゼリータイプと液状タイプ両方用意しておくと便利です。使う道具はこちらです。まずドームの形状の物差しを作ります。工作用紙などの型紙に作りたいドームの側面図を書いていきます。次に書いた図を切り抜き、外側の方を使います。ちなみに機関車のドームが真横から写ってる写真を貼り付けて切ると実写に近くなります。次にドームそのものを作っていきます。工作用紙をドームの R のない部分の幅に細長く切ってテープなどでつなげます。つなげたペーパーを竹串などを軸にぐるぐる巻いて円筒状にします。接着には瞬間接着剤を使いました。接着剤が固まったら接着の境目をヤスリで削ります。次に円筒状の底を押して盛り上げます。先ほど作った物差しを当てながら調整していきます。ある程度形が決まったら、底の方に液状の瞬間接着剤を垂らします。接着剤が固まったら物差しで形状を確認しながらヤスリで削っていきます。少し横線が気になる場合はパテで盛るか、塗装を厚くすれば大体解消します。納得のいく形になったら塗装をします。これでドームの完成です。皆様もぜひいろんな形のドームを作ってみてください。はい、てなわけで最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルではペーパーやプラ板を材料にした手作り模型の制作を中心に発信していきますので、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。以上、蒸気クラウスでした。じゃあ、バイバイ。